意外といいやつ、敵じゃない。もう何笑って、この、殺すの、やめてやめて。どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、バナナフィッシュ第9話見ていこうと思います。はい、というわけで、クラシックリアクションシリーズ、俺が見たい部門、バナナフィッシュ見ているわけなんですけれども、今回で第9話ですね。はい、まだ9話かよっていう感じだよな。2クールある中での9話ですよ。12話構成での9話なら、まあまあまあ、まだまだ辛い展開が多いかもしれないけれども、11、12話でまくってくれるんだろうなっていうふうに思うんだけど、このまま辛い展開が、あと倍、16話ぐらいまで続くと思うと、僕は耐えられるのだろうかと、そういう苦しみがあるわけですよね。やばい、A ちゃんをなんとか翔太が守ってほしいしさ、ただ本当に鍵は言えるんだよな。言えるんがなんとか、このゴルチネたちを裏切って、こう、なんとかね、この表立つというかさ、前向きに立ってくれれば、ワンチャンある。チャンスはまだあるから。もう本当にそのチャンスにすがるように生きていきたいですね。はい、というわけで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。いやー、もうマジできついが、大丈夫か。さて、さあ、ポアロン、そうね。まあ、体を差し出されたってことだよね。まあ、そうよな。でも本当に道具扱いされてるよね、ユエルも。ああ。圧がすごいな。わあ、痛い。いや、プロすぎるな。目も見えるようになるの？やばいよな。何が起きてるか理解できないぞ。ああ。ゴルチネ。ガチのマフィアのボスだよな。圧やばそう。ユエル。結果的に心は裏切ってないんだよ、でも。そうするしかなかったんだ。ああ。え、何？すいません、お腹が鳴ってしまいました。7話からずっと鳴ってると思うんだけど。おーい。俺も癒しがオーサーだけになってんだけど、オーサーだけが何も分かってないんだろう、多分。うん。なんとなく分かってるつもりでいるけど、何も分かってないのがオーサーなんだろう。だから、大泉さんみたいなもんだろう。またしても何も知らないオーサーさんみたいな、そういうことだと僕は信じているんだけど、どうなんですかね。彼が癒しだぞ。彼が生きてることが一番の今癒しなんだよな。彼が一番この情報戦で負けているというのに、なんかすごい、俺も情報強者だぜ、みたいな。俺も幹部の一員だぜ、みたいな顔しているのが、とても可愛いです。
なんとなく表面上は知ってるんだよね。でも裏のとこまで知らないよね。ユエルンたちは知ってるし。気づいてるしね。だから、ポアロンとかと大して変わらないわけだ、情報量の差的にはな。あくまで兵隊だもんな、王さんはな、でも。さあ、こうなる時あるのか？多分助けに来たニューヨークで行うわけだけど。いや、自分にされた所業を感じたらね、アッシュはもういても立ってもいられないよな。同じ目に、ねえ、会うのかって思ったら。さあ、まださ、まだ見ぬ二つの勢力があるわけですよ、ここ。さあ、ユエルンが、翔太を腹心として動いていくんだろうか。さて、飛行機。青、摩天楼。青、コンクリートジャングル。うん。まあ、わかってるだろうな。まあね。歪んでるよ、性癖が。頭は綺麗にツルツルだというのに、性癖だけがボコボコに歪んでる。なに？あ、人体実験！バナナフィッシュ撃たれる。やばい。やばい、催眠暗示だ。バッドトリップはやだ。なに、おい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 。バッドトリップしちゃうよ。撃たれた。催眠暗示。あ？翔太？おい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 、やめてくれよなんでそんなことすんだよ、このクソメガネ、テンパー、お前。もうじゃ。ん？なんだ、ボス？誰だ？え？危ないとこだったのかもしれない。え？危ないところだった。何をどこに隠し持ってるか分かんない相手をよくベッドに誘えるな、でも。相当な弾だぞ。
ああ、ダンション。ああ。地獄で生きてきた。まあ、住む世界が違いすぎるって言うけど、その世界を今まざまざと見ることになるわけだもんな。相当な玉だな、でもゴルチネは。ベッドに寝てました。アッシュ。綺麗な目をしている。何か腹を据えてるな。69年もの。すげえな。マックス？うん。1ドル120円の時代か。今より安いな。今より高いな。うん。うわぁ、最悪のタイミングで合わせる気だ。なんだその生きり方は。教育したって言ったね。うん、まあでもなんか、そうであってほしいっていう感じはするわけだよな。ええー、ショーターが。ん？誰だ？あっ！シンスーリン？ボス？ショーターの連れ？なるほど。次の腹心ってことか。うん。ゴルチネと戦争する気？うん。あ、意外といいやつ、敵じゃない。え、意外といいやつっぽい。ただこの世界にいいやつがいるかどうかはわからない。さあ、ショーってまさか。ああ、軍の人たちも。議員だ。陸軍。大佐だっけ。そこで？まさか A ちゃんが。おう！痛がらないしね。
わーお。これでだって、ショーターがエイジを引き裂くところを見せたいってことだもんね。でもこれ失敗してんじゃないの？そうだ、メガネ。お？グリフィンは。エイブリー。ほんとだよ、最低なやつだ。最低なやつだ。これさ、勘違いすんじゃないの？こいつの顔を覚えるんじゃない？わ、うん、足で。あー、翔太！お前。うわあ、もう、デイジーを投げ出されるわけだ。やばい、恐怖だと思っちゃう。その、変えられてる。催眠暗示。マジでやめてって。翔太。どう、マジで殺しにかかってるやないの。戦ってんのは潜在意識。この後でな。きつっと、もうちょいと頼むって、頼むって、頼むって。これが、催眠暗示。欠陥品じゃねえ、それって。おお。わわ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 。最悪だよ。もう何笑ってこの、おい、兵頭和孝みたいになってるぞ、本当に。おいおいおい、あの議員たちが。翔太！あ、ほら、聞こえた。天使がいるぞ。その目の前に、翔太、戻ってきてくれ。お、もうだって浄化される？目に光が。目覚めた？翔太。
うわ、マジか、戻ってこれないのか。え？おい！え、殺すの？え？ちょ、やめて、どうする、どっちが、貫通してる。あ、ダメだ。あ、やばい。もう耐えられないかもしれない。もう、マジでさ。もう。翔太。おい、もうふざけんなよ、これ。おい、マジか。どうする？マジか。こういう結末ですか。あ、なるほど。どうしたらいいかわかんないです。僕はもう、何が正しくて何が間違ってるのか、世の中がわかんなくなってきた。あー、まあ何はともあれ、王さんは小物すぎてちょっと笑えてくるんですけど。あー、マジで、これどうすればよかったの？正解のルートがないんだか。まあここまでが筋書きだったんだろうな。まあそれで、翔太が殺すならまだいいけど、どっちか見たかったんだろうな。親友を殺せるか、エイジを殺すかっていう、見殺しにする。どっちのルートに行っても壊れるっていう。いや、やってんな、マジで。痛い、全体。何を信じればいい？何も信じられないだろうが。何を信じればいいか。信じるものなんてないじゃないか、この世界に。はい。というわけで、見終わったわけなんですけど、何ですか、これは。何ですか、これは、本当に。誰を試してるの、これは。もう、これ自身が僕の中でのバナナフィッシュなんだけど。何？これ、僕、今、バッタ入ってる？バッタ入ってるかな？僕、何もしてないんだけど。これ自身がバナナフィッシュ。なるほど。俺自身がバナナフィッシュになることだ的な。これがもう悪い夢だよ。バッタ入ってるわ、マジで。いや、さ、ってさ、あんだけさ、こう、命を通して守ってくれたりとかさ、助けてくれた翔太が、何も報われずに死んでいくって何？何もいいことないまま死んでいくじゃん、本当に。なんで、何、一握りの幸せもないまま。ただ利用されただけっていう、もう、なんかさ、この火事の切り方だよな。なんかこの作品のやべえところって。その切り方だよ。火事の切り方がおかしいって。マジで。何？急ハンドルしか知らないの？何？物語を90度。90度以上じゃないと曲げられない何か、あれなんですか？そういう主義の方なんですかね？本当に。今までだってずっとアッシュとこう、翔太一緒に生きてきて、翔太を上げ続けてきたわけじゃん。
こんなちょっとしたきっかけでマイナスにズドンで突き落とすなんてことある？うん。いやもう、何それ何それ本当に、何これ本当に。いや、みたいな。あ、この絵が全て悪夢だったんだ。バナナフィッシュだったんだと。これ視聴者を試してますよね。あ、何の実験これ本当に。僕もうマジで辛いんだけど。いやさ、いや、面白いよ。面白いと思う。本当に話的にも。すごいドキドキしてて、続きが気になってしょうがないけど。いや、ここまで破壊的に攻撃してくるとは思わなかった。何なんだろうね。胸クソじゃないんだよ。胸クソじゃないの。なんか胸クソありこいつっていう感じじゃなくて、シンプルに、なんかね、なんかどんどん大切なものを奪っていく感じだよね。うん。なんかさ、胸クソ悪い系はさ、なんかこう、なんか目の前で大切なものをぐちゃって握りつぶらして、えへへっていう感じがするけどさ、なんか、この作品って無機質なんだよね。あの、作者の顔が見えないっていうかさ、ただただひたすら、ね、これはね、こういうね、っていう、なんか、ただ現実を話してるかのような、なんか、やっぱりどこかね、作者さんの顔が見えるんだよ、胸クソ展開って。こうなったら面白いだろう、みたいな。だけど、この作者さんは見えないんだよね。うん、なんか無機質、本当に。こうなって、だから、これこうなるでしょ？だから、とりあえずここで翔太死ぬでしょ？みたいな。翔太死ぬの？みたいな。うん。なんか、ねえ、本当に、感情が見えない作者さんの。うん。いや、恐ろしい作品ですね、マジで。やばいなっていうふうに思う。本当にやばい。なんか、もう、ガッねえ、翔太帰ってきてよ。もう正体いなくなったの耐えられないんだって。唯一の救いだったんだよ、僕の中での癒し。唯一のセーフゾーンではあったんだよ、翔太が。翔太さえいればなんとかなるっていう風に思ってたんだよ、割と。いやー、でもさ、それだけじゃないんだよ。ただ翔太が死んだ状態じゃなくて、アッシュが撃たなきゃいけない状態になるっていう。それでいてさ、なんか全員不本意じゃん。全員本意じゃないまま、こういう風になってしまったってのがめちゃくちゃ辛いわ、本当に。しかもさ、ならざるを得なかったわけじゃないじゃん。そうさせられてるわけじゃん、あのメガネに。もう許せないってマジで。あ、俺許せないよ。もう。でもシンプルに辛い。あ、もうシンプルに辛い。ユエルン助けてよ、マジで。本当にもう、どうしたらいいんですか？僕はもう、わけがわかんないです、本当に。いやー。これから先どうこの物語を受け止めていったらいいかわからないですが、本当にこれから先追いかけていこうと思います。もうここまでしたら覚悟するよ、俺も。この作品を見届けたい。本当に。もう本当に見届けてやるよ。そんなに試してくるなら分かって、俺が最後まで完走してあげようという意味で。完走しようじゃないか。この作品を。おーい、かかってこい。僕は相手取るよ、バナナフィッシュを。相手取って見せようじゃないか、もう。これでもう精神錯乱状態になってもこの作品のせいという風にしてしまおうかなという風に思っているわけなんですけど。はい。というわけで、まあそんな感じでね、この作品をね、こう最後まで追う覚悟を決めたわけなので、もう翔太のためにもね、アッシュは幸せになったよとか、いろんなものをね、こういう風に、こうなんかいろいろとこう頑張って吸収していきたいと思いますので、これから先も追っていこうと思います。はい。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。翔太とか、あ、ゆえるんとか、えいちゃんとか、アッシュ辛いとか、いろいろコメントお待ちしております。いやー、マジで心がスタミングですね。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わると思います。以上、バナナフィッシュ第9話でした。バイバイ。